寿司。お。ここだな。陸上部の部室は奥か。背が伸びたね、なっちゃん。ゆきちゃん、髪伸びてて分かんなかったよ。ほら、なっちゃんが伸ばした方がいいって言ってたから。そっか、文通の返事が返ってこなくなって心配してたんだよ。ごめん、引っ越してからいろいろあってさ。でも今日からここに転校なんだ。本当に？なっちゃんがここだって知ってたし、顔見たいと思って探してたんだ。でも陸上部は意外。たくさん話したいことあったんだから。まだ部活中だろ。私もこの後行くとこあるんだ。慌てなくてもいつでも会えるよ。そうだね。部活頑張れ、なっちゃん。うん、またね。ゆきちゃん、転校してきたんだね。その呼び方やめろ。名前で呼ばれんの好きじゃねえんだ。だって今。うるせえ。あの子はいいんだよ。俺のこと覚えてるよね。さあ、どうだっけな。運命の出会いなんだけどな。商店街で一度会っただけだろ。懐くな。ひどいな、ゆきちゃん。それやめろ。よう、網口、探したぜ。げ、尾形年次。なんだ、ガミネの高宮じゃねえか。こんなとこで何やってんだ。殴り込みじゃねえだろうな。転校してきたんだ。転校ねえ、制服違うじゃねえか。これはメガネ野郎の手違いで。いや、あんな少女趣味の制服着れるかってんだ。中学ん時に腕っぷしで名を上げた野郎だ。この辺りの不良なら誰もが知っている。私につきまとうナンパなボンボンさ。そのくせ桜じゃ万格らしい。幼なじみのなっちゃん、中学で離れ離れになっても文通だけはずっと続けてた。たった一人の大事な親友だ。だけどこんな時期に転校すんのおかしくねえか。人にはそれぞれ事情があるだろ。何か企んでるかもしれねえぜ。因縁つけるのも大概にしろよ。じゃあなんでこの学校に来たんだ。なんでって、そりゃあ。連れてきました。行くんだ。待ってたよ。君は外してくれ。彼女と二人で話したい。高宮ゆき、16歳、鈴ヶ峰女子高等学校1年。男子校に乗り込んで不良生徒数十名と乱闘。12人を病院送り。なかなかの難物だ。にがぐり工業へお礼参りしてるところにマッポが嗅ぎつけてきやがったんだ。絶対チクったやつがいる。二学校のやつら死にはしなかったかい。骨折が3人、
他は打撲と軽傷だ。そりゃ残念だ。なんだよ、あいつらが仲間に手出ししやがるからけじめつけさせただけだ。あんたら大人には関係ねえ話さ。ずいぶん警戒されてるな。簡潔に言おう、君のその腕っぷしを借りたい。我々に協力してほしい。はあ？協力ってのはダチを売れってのか。誰がマッポの手先なんかになるかよ。他を当たりな。君の父親高宮平太は暴力団員を視察して現在実刑で服役中だね。それがなんだよ。刑務所内で受刑者に命を狙われている。刺されたのは暴力団幹部だ。彼らのメンツもあるんだろうね。未遂だがすでに2回襲われている。我々ならば安全な刑務所に移すのも可能だが、それは君の返答次第だ。やり方が汚ねえな。ヤクザを刺して無所に入ったチンピラさん、そんな奴でも私にとっちゃただ一人の肉親だ。聞きなさい、四季島重工業を知っているかね。ロケットに航空機、鉄道船舶から家電まで手広く作っている上場企業だ。その四季島重工が秘密裏に兵器を開発している。某国の核兵器開発に加担している可能性が高い。それが私と何の関係があるんだ。調査を続けた結果、兵器の開発に関与する子供数人の存在が挙がった。いずれも高校生。四季島の息のかかった学校に集められている。四季島、冷蔵庫やテレビの CM のあれかな。あの会社が秘密兵器ね。子供に核爆弾でも作らせてるってのか。バカバカしい、付き合ってられねえ。そこまで分かってるなら四季島に踏み込みゃいいじゃねえか。表沙汰になるのは困る。この件に警察も関わらせたくない。マッポとは違うならあんたら何者だ。特殊法人の情報特務機構、政府が秘密裏に設けたいわゆるスパイ機関だよ。私は特旗の理事長で君のボスになる。メガネの話じゃ、情報特務機構とかって政府のスパイ組織で、サツとは違うらしいが、私からすりゃどっちもどっちだ。兵器作るのになんで子供が出てくるんだ。興味を持ってくれたようだね。机の上の資料を見てくれたまえ。子供たちの名簿だ。1年 B 組冬坂伊織、2年 A 組郷戸蓮也、1年如月比べ、1年 C 組南夏の。その子供たちを調査するのが君の仕事だ、高宮ゆき。なんでなっちゃんが。そいつは紹介しておこう。東雲涼子くんだ。彼女も潜入捜査員。君の先輩だな。まずは彼女と同様に桜高校へ移ってもらう。転校の手続きはこちらで処理しておく。勝手に決めんな。まだやるなんて言ってない。あんたも弱み握られてんのか。この子が例の。そうだ。おい、無視するな。この様子じゃ何も知らないのね。なんだか腹立つ女だな。
難しい人ですね。どこへ行く気だ？やってくれるね。私の知ったことか。彼女、協力させるのは無理じゃないですか？そうでもない。彼女は協力するよ。そういう運命だ。今日も学校に来てなかった。どうしたんだろう、なっちゃん。十郎。おい、ちょっといいか。お前確か1年 C 組だろ。そうだけど。同じクラスに南夏乃がいるだろ。もう3日休んでるわね。なんか聞いてねえか。先生は体調不良だと言っていたけど。本人から連絡があったのか。さあ、用がないならもういいかな。呼び止めてすまなかったな。美和ちゃん、伊織ちゃん、どうだった？やっぱり学校に連絡ないみたい。夏乃ちゃん、どこにいるんだろう。どうする？夏乃ちゃんの家、おい、今日も寄ってみる？ちょっといいか。南夏乃のことを話してたんだろ。あなたは？高宮だ。それより、知っているなら教えてくれ。なんで夏乃は休んでるんだ？家に帰ってないみたいなの。昨日なっちゃんの家に行ったけど、インターホン越しにお母さんが謝るだけで。警察の人来てたよね。あの人たち警察かな。いや心配だな。教えてくれてありがとう。うさみちゃん、なっちゃん家に帰ってない。そして家には警察のような奴らか。何をやっているの？さっき聞いた警察ってのは？特務機構のエージェントよ。南夏乃の事件は私が担当の調査に関与してるの。足を引っ張らないでいいわね。おい待てよ。なっちゃんに何があったんだ？メガネの野郎、締め上げて聞き出してやる。接触を避けるよう言ったはずだが。南夏乃はどうなっている？説明してもらうぞ。思春期によくある家出事件。警察はそんな理由で学校には病欠。誰もまともに取り合わない。あんたらの指示なんだろ。そうだ。だが君に説明できるほど捜査は進んでいない。彼女の行方も生死も不明だ。我々は拉致されたと見ているが。誰が？一体そんなことを。敷島か。彼らがその気になれば穏便に確保できる。事件になるような手法を取る必要はない。別の勢力だ。東雲が追ってるってやつか。
おそらく失踪を手引きした者がまだ学校の周辺にいる。危険だ。君はこの件に手出しをするな。東雲君に任せておきなさい。高宮君、君は指示通り子供たちの監視を。いいね。ふざけんな。